はい、皆さんこんにちは、アメテツです。12月9日となっております。今蔵間駅の前に立っているんですが、これから、蔵間ケーブルだったかな、それに乗っていこうと思います。蔵間寺まで行くのに、ケーブルカーを使えば本殿まで時間を稼げるということなんで、それに乗っていきたいというふうに思います。これが蔵間山ケーブルです。今蔵間駅がここにあるので、少し歩く感じになりました。蔵間寺二王門から三門駅っていうのがあるみたいなんで、そこに行ってみようというふうに思います。1時間で行けると思うんだけどな。これを見ると二王門までが3分で本殿までが20分ということだけど、多分ケーブルカーを使えばそんなに時間かかんないんじゃないかなというふうに思います。雪神社っていうのが途中にこれあるんです。これ歩くルートなんで、二王門、雪神社、そして本殿というふうになると大体30分ぐらいかかるということなんですが、ケーブルカーを使うとそこまでではないはずなんで、時間稼ぎという意味を込めてちょっと行ってみたいというふうに思います。駅から少し歩いたところなんですけれど、この目の前にあるのが蔵間寺の二王門ということなんですけど、かなりこれ高い位置にあるな。多分山寺だと思うんですけれど、かなりちょっと歩くにはきつそうな道になりそうですね。はい、二王門入ることができました。動画で先日お見せしたやつなんですけど、この切符を使うと優待が効いて300円の配管料が200円になるという、100円引きになるということでございました。ケーブルカーなんですけれど、500メートルここから行ったところにあるということなんですが、どこだろう。あ、目の前にあります。この建物の中にちょっとあるということですね。ということで、ケーブルカー乗り場がここの、不明殿っていうのかな、そこが、ケーブル三門駅というふうになっておりますので入っていきます。で、さっきの建物の中に入って2階に入ったところが一応ここの、ケーブルカーの待合室というふうになっております。で、ケーブルカー乗るには別料金で、200円、大人200円、子供100円の運賃が必要ということで、運賃表ということでは、ご寄進表というふうに言うんですね。これ200円というふうの、キープ買いました。そんなわけで、これで今乗っていくという感じになります。ケーブルカーについては平日は20分ごとで、特休日だと変則的に15分ごとかのダイヤになっていて、8時から16時までの運行というふうになっているみたいです。ちょっとケーブルカー来るまで待ちましょう。ケーブルカー来たみたいなので、これで乗ってみます。あ、これお願いします。改札口というのはないんですけれども、係員の方に切符を渡すということでした。入ってみます。こっちの方がひどいよ。
いやこれすごい高低差ですね。歩いたらかなり疲れるんじゃないかなというふうに、かなり疲れるし時間もかかるんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこういうケーブルカーでございます。ここはケーブルカーの多忙道駅というところで、一番ここから、本殿に近い駅というふうになっております。ちょっとキープアウトというふうになっているんですが、どうなっているかというと これは何でしょうね。台風の影響がまだここに爪を残しているというような状況でしょうか。祠がもう完全に、柵がもう完全に倒れていますし、灯籠もご覧のようになっています。でもう一つ衝撃的なのは、この今にもちょっとこの、石碑が落ちそうなんですよね。でケーブルカー乗っている時もそうだったんですけれども、あのようにこう、木がもう完全に渚をされてたりするんで、いかにこう自然の力っていうのが、すさまじいものかという感じさせますし、あとあれだけの台風が来たっていうのは本当、割と珍しい感じなんですけれども、ただ地球温暖化とかその影響っていうのが、おそらくこういうところにこういう形で現れてるんじゃないかなというふうに感じさせます。まあ、そんなわけで、くしくも鞍馬寺に行くすがら、こう自然の恐ろしさと、あるいはこう人間が犯してきた罪というか、そういう地球温暖化、気候変動というところの、影響というのを見ることもできたなという形で、なかなか感慨深かったです。はい、ではこの動画の最後に、鞍馬寺周辺で撮った写真をお見せして、この動画を終わりにしたいというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。